はい、ピースケです。サクセスやっていきますというわけで、はい、来週のお知らせですね。アイテムガチャウィークが開催決定でございますというわけで、早いですね。なかなか短いスパンで、俺はこのイベント好きなので全然ありがたいんですけど、まあアイテムのガチャが、まあ、回数限定でできるっていうやつですね。で、天才とか金キラとかがもらえるっていう、なかなか美味しい、まあ招き猫とかもあるんで、ここで結構いいアイテムを引けるとすごく良い。で、まあこんな感じで黄色、虹玉、何玉っていうのこれ炎玉みたいのがあるんですけど、意外と黄色玉の方がいいやつが出たりするので、まあ、あんまりここは極意のやつか、あの一番右のやつは。で、きらめきとかは黄色とかで確か出てたので、意外とやっぱり PR ハゲさんみたいな感じで、はい、黄色の方が、まあ、招き猫とかあったりとか嬉しいってやつですね。で、2種類、ミニとデラックスです。で、ミニからはこんな感じ。多分当たりは、まあ、ドリンク系嬉しいけど、あと銀キラですね。銀キラどんだけ引けるかって感じかな。はい。ですね。まあ、個人的には、まあ、パワードリンクとかも嬉しい。で、デラックス。こっちが、まあ、本命ですね。まあ、招き猫、カロリーバー、天才。あと、きらめき。金キラですね。まあ、極意とかも、まあ、結構使うので、まあ、できるだけ持っておきたいっていうのは、ありますって感じですね。左側が主に当たりって感じかな。で、これどのくらい引けるかってやつですね。あんま引けなかった。まあ、1枚ずつぐらいは引けた気がする。天才と金キラか。金キラ出たよな。多分出たはず。まあ、だから1枚。まあ、2枚とか引けると結構もうそれだけで当たりかなっていう感じでございます。で、回数一緒かな。500ポイントと5000ポイント。あ、増えてるよね。デラックス50回だった気がするんですけど、25回増えております。ミニが100回、75回って感じ。デラックスが75回。嬉しい。で、ガチャポイント増量です。というところで、いやー、まあ、運ゲーではありますが、はい。しっかりいいアイテム、引けたらいいなって感じでございます。で、なんだっけ、覚醒が、第4弾来ております。で、目玉はなんといってもやっぱ先駆けですね。先駆けは次で来る、エビル。で、しばらくテンプレになるキャラだと思う。まあでも、ちょっと懸念がありまして、まあ、国樹ミート上限つくのか問題とか、まあ他のサクスペ限定キャラ、輸入して強くなったキャラが、まあ、輝いてる時期がね、まあ結構エビルとか、まあ、もろもろあるんですけど、まあ、スガミちゃんとかもね、スガミちゃんも全力の、なんだっけ、コントロール上限後イベ枠みたいな感じで一時期使われてたこともあったので、まあ闇のが入ったりとかして、なんつうんですか、マイイベ後イベの組み合わせとかが変わったりするのもあって、そのスガミちゃんが使われる時期とかが、まだ投手がね、エビル来てもエビル投手は強くないので、全力の方がまだ強いって感じで、まあその闇のっていう新キャラが来たことによっての全力がインフレするっていう、現象があるので、まあ、その時の前後の組み合わせとかが変わったりするんで、まあ、そこで使われるキャラとかが、まあ、いるんですけども、はい、まあ、国樹しかり。で、どうなるのかな？ミート上限で、型キャラみたいのが、まあ、入ってくればまた別なんですけど、で、エビルは全箇所の得意練習、振り分けるのと、あと役割、レンジャーとかガードとか、スナイパーとか、のバランス。まあ、スナイパーはね、いない方もあるので、まあ、バウンサー1、レンジャー2、ガード2とか、なんかそんな感じ。ガード3とかにもなるかわかんないけど、まあ、ダイゴ使ったりすると、ガード3とかにもなっちゃったりするんですけど、そういう振り分け、経験点のバランスの振り分けみたいのが結構あるので、そこで先駆けが、先駆けが入る、デッキの方が、ちゃんと来てくれるのかどうかっていうところとかで、まあ使う使わないっていうのが出てきてしまうかなとは思うので、まあ先駆け自体はめちゃくちゃ強い。マントルでもね、野手育成するときに結構先駆け入ってきたりとかあるので、
はい、目玉は彼ですね。まあ、俺もし、多分ガチャ来週月曜来ると思うんですけど、まあ、引けなかったら、まあ、選択権取ってあるんで、まあ、そこから引くか、もし出るならば、まあ、カンパチ選ぶか、まあ、カザネギとかも覚醒するので、まあ、その辺選ぼうかなとかは考えてはいるんですけど、うん、なので月曜日しっかり引いていきたいなと思っております。はい。でレンちゃんもね、結構、まあ、なんだろう、ガチ育成とかではそんなに入ってこないかもしれないんですけど、結構使うところがあったような気がします。何で使うんだっけな。あ、でも最近だとシラスで誰か使ってたな。投手育成とかで意外と使われてたりとか、なんか結構ポイントで使う機会あるので、まあだから先駆けがまあ大目玉で、その次にレンちゃんみたいな感じですかね、来週に関しては。まあ俺はもう先駆け一択なので、しっかり4分の1の PSR 聞きたいなっていうところでございます。で来週まあ普通にメンテがあって4時からスタートって感じですね。はい、以上で黒金はもう1週間あるのかな。うん。でまあその後ぐらいに、まあ、多分突然エビルのお知らせがそろそろもう後半入っているので来るかと思いますので、はい、なんとなくそこに向けて準備していけたらいいかなっていう感じでございました。というわけでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では皆さん、ピースの一日を。バイバイ。